たけし岡田のちょっとれ。本日は浜岡トレーナーと一緒にエアロビクス運動を6種目行います。よろしくお願いします。では1種目目、その場で歩いてみましょう。腕と足を大きく振り、目線は正面を向きます。自分のペースでゆっくりでも構いません。呼吸も忘れずに大きく深呼吸しましょう。次の種目は足を横に大きく広げ、斜めに伸びます。用意スタート。手は腰につけ、膝と股関節が両方同じタイミングで伸びるようにしましょう。天井の方に斜めに大きく伸ばしていきます。次の種目は同じようなステップから腕を横に大きくパンチします。横に大きくグーのパンチでいきます。次の種目はまた同じステップから肩を持ちながら後ろに回しましょう。浜岡トレーナーのように笑顔に楽しくやっていきましょう。肩を自分の手で持ちながら大きく運動していきましょう。次は上半身の運動は一旦やめて、かかとをお尻につけます。膝をなるべく大きく曲げていきます。途中できつくなってしまった人はその場で足踏みでも構いません。最後までやりきりましょう。次が最後の種目です。肩と肘を90度の状態で前で肘をくっつけて離す運動を行います。肘を離すときに胸が大きく広がるように意識しましょう。これが最後の種目です。最後まで頑張りましょう。終了です。お疲れ様でした。